ケロケロケロッピでーす。はい、どうも、アミグルミストの角田でーす。どうも。はい、まあ、そんなわけでですね、今回はですね、僕が編んだキャラクターものシリーズの中から一つご紹介させていただきたいと思います。では張り切っていきます。イエイ。まあそんなわけでですね、今回ご紹介するキャラクターはこちらになります。じゃじゃじゃーん。じゃあ、はい、ケロケロケロッピです。はい、ケロッピさんですね。もうかなりのベテランですよね。僕らの世代というかですね、結構サンリオは多分今いろんなキャラクターいると思うんですけども、もうケロッピ全盛期、ケロッピ全盛期でいいのかな、なんかサンリオで普通にあのキティとかの中の普通に別にケロッピ主要キャラクターだった頃だと思うんですよね、おそらく。ちょ、まあ今でもまあ主要キャラクターって言ったら主要キャラクターなのかな。でですね、実はあのここで問題です。じゃんじゃん。キャロッピは兄弟がいるでしょうか。ティッティレーン。なんか変な、ちょっと変な音楽でしたね。はい。まあそんなわけでですね、正解は、あと、転がっちゃいました。正解はですね、だからケロッピは三つ子の設定らしいですよね。で、なんか、お姉さんと弟がいるのかな、確か。もうなんか、三つ子っていう設定らしいですよね。全然知らなくてですね。なんだ、ピッキか。ピッキっていうお姉さんとコロッピっていう弟がいるらしいです。ちょっと全然ケロッピは昔から知ってたんですけども、なんか三つ子ということは全く知らなかったので、ちょっと勉強不足だなという感じですよね。はい。まあそんな、ケロッピなんですけども、まあいつものようにですね、まあ、指の上に乗っけて、まあサイズ感的にはこんな感じですね。結構でかいですよね、僕が編んでる中だと。でこのぽっちゃりくんとですね、ここに並べてもでっかいのでですね、結構、だから今ちょうど後ろにいるこのパンダとかですね、ってなるともうすごい、なんか、あ、ちょっと倒しちゃいましたけども、すごいこんな感じでになっちゃうので、結構デカめのぬいぐるみ、ない、ぬいぐるみではない、編みぐるみになっちゃいますね。はい。そんなの、まあそれはいいんですけども、よいしょ。はい。まあそんなわけでですね、まあいつものようにですね、ちょっと大きさをちょっと測っていくとですね、まあ定規で測ってみるとこんな感じですね。 1.78 ぐらいですか。 1.7 ぐらいかな。なのでですね、結構でかいですよね。うん。まあそんな感じのケロッピですけども、まあ、近くで見ていただくとですね、こんな感じですね。まあ目はこんな感じで、あとこのほっぺですね。ほっぺがあって、口はこんな感じでしてます。で、あとは目の後ろですね。うん。で、体はですね、この赤と白、まあ赤にこの白ラインっていう感じの服を着てるみたいな感じですね。でですね、やっぱりこのケロッピの場合はですね、この目のところですね、もしなんかあのまだ編んだことがなくてどうやって編もうかなって思っている人はですね、この目のところが多分特徴というかですね、ポイントになると思うんですけども、この場合はですね、このだから3つのパーツかな、このでいいのかな、ちょ正直あまり覚えてないんですよね、これを編んだ時に。だからこの目のところ、この山ですね、山1、2と、あと顔全体っていう感じですよね。で、顔全体にこの目をここにつけ、目の山をつけて、これ表にこの目をここにつけた、縫い付けたっていう感じですよね。なのでですね、ただ例えばこういうのを編む時はですね、多分他の動画でも言ってると思うんですけども、この編み方ですよね、
どこから編むかっていうの。例えばこのケロッピの場合はですね、おそらく一番小さいパーツが、このケロッピの場合はですね、だからこの目玉ですよね、目の黒い部分。黒い部分と、このほっぺのこの、ピンクいのがですね、おそらく同じ大きさかなと思うんですけども、これは一番小さいんですよね。だからどちらかというとですね、この目ですね、この目の白ではない、黒いところを基準に、多分これが一番小さいというかですね、まあ単純に、一番小さな輪っかみたいな感じで編んでるので、がこのサイズなので、おそらくこれよりは小さくならないんですよね、このミシン糸の場合は、サイズ的には、ほぼほぼ。なので、先にこの白い目とか、白い目の部分を編んだりとか、顔を全体に編んじゃった後に、これいざこの目を編もうとした時に、やたらこの黒いところが、今これ以上ちっちゃくならないので、でっかくなっちゃうんですよね。バランス的にですね。ってなると結構微妙という感じになってしまうのでですね、まあこういう時はですね、初めにこの一番小さなところ編んで、最小のパーツを編んで、そこからですね、やった方がいいですね。失敗をしないというか、バランス的に良くなると思います。まあ目は後から丸でつけたんですけども、どうなのかな。まあ刺繍にしちゃう人は刺繍にしちゃうし、あとでもフェルトでやってる人も結構いますよね、こういう目とか口とかっていうのは。僕はあんまりというか全くフェルトは使ったことがないのでですね、まあだからここにミシン糸って編んだりとかですね、まあ毛糸でもそうかな、編む時にやっぱりこの一番最小のパーツから編んで、これを基準にしてこの白いの大きさをやって、顔全体ってやった方がですね、うまくいくと思います。とか言いつつ、多分僕はそうやってやってないんですよね、多分。確かこれあんまり考えずに顔を先に編んじゃった気がするんですけども、まあちょっと結果オーラといった感じですね。まあ、なかなかいい感じでできてると思いますので、はい、まあそのぐらいかな。まあケロッピに関してはですね、あとはもう体もこんな感じなので、まあとりあえずここの顔の部分ですね、でこの白いところを、この白というかこのあれですね、言ってバランスがよくできれば結構可愛くできると思います。はい、あとはいいかな、とりあえずケロッピなので、はい、まあ、こんな感じですね。ちょっとケロッピに関してはですね、はい、まあ、そんなわけでですね、今回はですね、このですね、ケロッピをちょっとご紹介させていただきました。はい、あ、そういうですね、せっかくなのでこのケロッピカエルですよね、まあせっかくのですね、僕のこのカエルくんとですね、ここに、セイクラブじゃないですか。このカエル同士でですね、なんかコラボ的なのをなんか、やろうかなと思ったけど何も思いつかないですね。特に、この子登場させたけど何もすることがなかったっていうオチなんですけども、まあせっかくなので、せっかくでもないか、ちょっと、いらなかったですね、このカエルくんの登場はですね。はい。すいませんでした。ちょっと、こちらで。はい、まあそんなわけでですね、ちょっと今日はですね、ちょっと最後はちょっとなんかやっぱり相変わらずグダグダな感じになっちゃいましたけども、このケロッピをご紹介させていただきました。はい、それではまたお会いしましょう。最後までお付き合いありがとうございました。ではでは。